はい、じゃあ足のダブルの踏み方ですね。今ある程度の速さまではね、まあ、ダブルっていうのは1回の動きで2回踏むんですけど、ある程度の速さまでは、まあ、シングルっていうモーションですね。2回普通に踏む、これで間に合うんですけど、どうしても速くなってくると2回踏むのに難しいんですよね。結構パンパンになってきちゃったりするんで、そこで使うのがドンドンってこうつま先とかかとをねこう動かすように使う踏み方があるんですけど、これねちょっと早くやってみると、足のダブルっていうのがあるんですけど、これを少しやりたいんですね。でポイントはここに押し付けてる状態から一発目を踏みます。でこの時に少しこう足首をねこう使ってこう押してあげるような、そうすると一発目がこう跳ね返ってくるわけですね。ドンって跳ね返ってきたところをもう一回押し込みます。なので一発目はちょっとこう踏むんですけど、あまりグッと奥に行きすぎないでポンって触ってあげて、ここに戻る。超スローでやると、ここでつま先でチョンって踏んだところが返ってきた時に、ここまで返ってきたらまた踏みしろができるんで、そしたらポンって落ち着けちゃう、かかとまつけちゃうような、そうするとこうかかとがアップしてダウンしてっていう、まあ、それプラスあとはスライド走法とかっていうんですけど、前手前から奥にずらすとやりやすいんですけど、でもまあまだスライドするほどそんなに速くもないんで、今のテンポだとこの足首でうまくコン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 手でこうね、こうやってつなんていうか、かっこやないとつま先じゃない、手首でポンポンポンってやるのと同じぐらいでいけると、ここでねこうやってやるとロスになっちゃうので、手首を使うのと同じですね。はい、こんな感じです。